山田美です。今日はバイキング、人生バイキングだという話。昨日からその写真を撮るために選択、自分が選べるっていうのが増えるから楽しいっていうのがあって、まあその人生バイキングだからやっぱ選べるんですよ本当は。でバイキングってさ、なんか何百種類とかあるところもあってさ、そのなんか焼肉も選べればカレーも選べればお寿司も食べれるよみたいな、なんかお寿司とカレー取っちゃダメとかそういうのはないじゃん。結構ね、なんかそういうはちゃめちゃないくら丼があって餃子もあるみたいな。でさ、あ、美味しくなかったと思ったら他の取りに行けばいいじゃないですかね。あ、なんかこのなんかラーメン美味しくない、じゃあチャーハンにしようとかさ、じゃあ牛丼にしようとかできるじゃないですか、バイキングだったら。で私それね、あの全ての選択においてそうだなと思っていて、今日もその話を聞いてなるほどやっぱりそうなんだと思ったんですけど、その男性とか選ぶときに選んだ時点でうわっこのカレーまずとかあるじゃないですかでうわっやばいみたいな、美味しくないみたいな時ってあるじゃないですか。でどうするの、なんかそれをずっと悔やむっていうか、うわーなんか私って本当にバカだな、カレー選んじゃってみたいな。でもさ、そのバイキングで選んで食べてみない限りは分かんない、やっぱセックスしてみない限りは分かんない、一緒に暮らしてみない限りは分かんない、結婚してみない限りは分かんないじゃん。だからなんかそのバイキングで選んだものに対してまずいけどやっぱり我慢して食べようとか、まずいけどまたこれ食べていかなきゃとか、え、違うの食べればいいじゃんっていう話なんですよね。男もそうですよ、え、違う人にしてみればいいじゃんみたいな。それをなんか特にあの、まあ、結婚してる人はそうなんだと思うんだけど、いや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 みたいな。でそれってやっぱりバイキングにもっと美味しいものが絶対ないって思ってるってことじゃないですか。もっといい男って絶対ないみたいな。で、なんかそこに情はないのかっていう話なんだけど、え、まずいカレーに情持てるっていう。で、もしかしたらね、それ言わせていただくと、私はまずいと思うかもしれないけど、他の人にとってはめっちゃ美味しいカレーかもしれないじゃないですか。自分にとってはまずかった。それはセックスレスもそうだよね。セックスレスだから絶対嫌だっていう人ばっかりじゃないかもしれないじゃないですか。自分にとってはあんまり美味しくなかったみたいな感じなので、なんかそれをうわーうわーみたいな感じになっちゃうと、ちょっとまあ、あの、そんなに深刻にならなくても、まあ、変えようと思う。なんか、別にね、それですぐに、あの、まずいとか言って返す必要ないし、離婚する必要ないんですけど、あの、そんなに深刻にならなくても、まあ、バイキングみたいなもんだから、嫌だと思ったらすぐ変えられるしね、みたいな感じじゃないですか。そこを、なんか深刻に、いやいや、みたいになっていると、やっぱりもっと美味しいのいっぱいある。で隣の人が、あ、やっぱこのカレーまずいから他の食べに行こうって食べに行ってるのを怒ってるっていう感じだね。だからなんか離婚なんかしてみたいなのとかさ、なんか親に言われるんじゃないかと思って怖いですとか言ってる人ってさ、やっぱ自分もそういう風に思ってるからじゃん、うん、なんかそのね、だからこそ、そういう怖さがある人って、やっぱりそこで乗り越えていくしかないんだよ。そのバイキングで選んじゃったカレーは、人によってやっぱ違うのかなって思う。私にとっては、その、やっぱりその、表現することであったり、レスであったりとかで、最近も思うんだけどね、本当に、私も表現することに対する怖さが今でもあるなとか。あったなっていう。なんかね、人にどう思われるかって気にしてないつもりで、やっぱりその、物を書くとか今までやってこれなかった理由ってそこかなと思いますね。うん。だからなんか表現することがね、すごいな、怖くなっちゃうっていうか。
そのこういうねあのポッドキャストとかはあんまりないんですけど、で、あ、そうだからバイキングで選んだものをね、あのまた変えられるんだよね。いくらでもあるの、いくらでも。それは仕事の選択もそうで、や、食べてみないと分かんないです。仕事の選択もそうだし、お金っていう概念もそうじゃないですか。なんかこう足りないバイキング返しちゃい、他の食べちゃいけないみたいな、常になんかパイはそのやっぱ人に対して羨ましいとかってあのずるいとか思ってしまったりとかすること、例えばそれお金に対してもそうじゃないですか。そのなるべく安く物を買いたいっていうのはその損したくないって思ってて、安く買った人ずるいみたいななるじゃないですか。そういう時ってあるじゃないですか。例えばその最近お洋服屋さんにいっぱい行ってるんですけど、多分あのバーゲン、すごいそんな 安いもの買ったりしてる時は思わないけど、バーゲンになったら半額とかになるじゃないですか。そしたらさ、10万円のものとか5万円とかなんだよね。え、これ5万ぐらいになるのかなって、やっぱちょっと頭をよぎるわけ、そこで、あれみたいな。でそう思うか、いや自分がこれの時にこう欲しいと思ったからこの気分で買っていってすごい嬉しいって思うかって自分の選択じゃないですか。これどうせ安くなるのに私こんな高い値段で買ってバカだなみたいなのか、あ、今欲しいものがこんな可愛いの買えてよかったみたいな思うかって、なんか自分の選択でしかないんですよね。選べるんですよ。でそれはやっぱりその選択っていうのは、やっぱ お金に限りがあるとか、自分はバカな思いをしたくないとか、なんかそういう、まあね、ちょっと病んだ心だと思うんだよね、それって。人をずるいと思うとか。だってさ、牛乳昨日300円で買ったけど、今日安売りで250円だったとして、もうわずるっとか思わないじゃん、しょうがないなみたいな。牛乳って別に毎日飲まなきゃいけないもんだし、腐っちゃうし、1日にその250円の時に100本買っとけないしみたいな、なんかそういう感じで全部ものを見れたらすごい楽になりませんかっていうか、楽しくなりませんかっていうことです。で、それはあのそのバイキング理論と一緒で、その時はなんかその時のその瞬間はカレー食べたかったんだけど持ってきてみたら美味しくないし、もうカレー食べたくないってなってること自体は、仕事とか人間関係とかにおいても全てのことにおいてそのくらい のスタンスでやれば、なんかまあこのカレーまずいけど食べちゃってまた次に新しいの食べればいいかぐらいになるじゃないですか。なんかそこを一生このまずいカレーを私はずっと食べていかなきゃいけないよねみたいな感じでやってしまうことの方に危険があるのかなと思いますね。いや、そこは前やかしなんだよね、やっぱりね、うん、だっていっぱいカレー、このやっぱ地球っていう存在、宇宙っていうのはいろんな国もあるし、あれなんだね、そのなんていうかな、それこそさ、あの自由にあのテーブルに行って取ってくればいいんだよ、知らないのみたいな感じ。いわゆるなんか私とかほら海外に暮らしてる人っていうのはそこがちょっとあるかもしれないですね。え、日本嫌だったら海外とかも行けるんだよみたいな、え、別になんか外国に行って生活とかもできるんだよ人間ってみたいな、それを逃げるとかじゃなくて選べるんですよ。だから逃げるって思うと大体失敗する、海外留学は。選べる留学とかね、あの移住してる人で、あの逃げてる人ね、やっぱし同じなんだけどね、やってることが。私はねすごいね、イタリアのことがやっぱ最初好きだ、最初今も好きなんだけど、好きなものはたくさんある国なの。あとこういうなんかだらしなさっていうところも私にとってはちょうどいいっていうか、あとやっぱ外国人でいるからみんなに無視されるっていうところも私にとってはちょうどいいんだよね。なんか私やっぱり村社会みたいなのすごい向いてないから、でもいや、イタリアの田舎とか行ったら誰も私のことは本当に知らないし、当たり前だけど、
な、そういう状況にいることがすごいありがたいっていうか、そのやっぱ親兄弟に会わない状況じゃん、もう会えないからね。今は別に嫌いじゃないけどやっぱりね、親兄弟とかずっと一緒にいるの辛いのよ私。そのなんかやっぱりその常識みたいなものに、うん、親兄弟は持ってるから、きっと親戚とかもそれにすごい飲まれていくから、まあ昔からの知り合いとかもそうなっちゃうもんね。だからなんかやっぱりその選べるんだよみたいな、あそこにバイキンがあるから取ってくればみたいな感じ。それがやっぱり男性に対してもそうで、あのえみたいな。でもそれを言うとちょっとあれだよね、その非常だと思われるかもしれないけど、なんかねちょっとあの優しさとかとまた別な、だからでそれが人間だとするとやっぱちょっと非常だなと思うかもしれないけど、仕事とか住む家とか子育ての仕方とか全部選べんだよっていう話なんですよ。なんかこういうのやって勉強しとかないと娘どうなるか分かんないじゃないですかって言って、そういう風に選んでるのはあなただよねっていう感じになっちゃうんですよ。なので選べます、はい、全てのことが。で選ぶところに豊かさがあるから、選ぶところに楽しさがある。だからちゃんと食べるものも選ぶし、耳見るものも選ぶし、聞くものも選ぶ。私最近ちょっとインスタダラダラ見てるからやっぱ選んでないからすごい感じるもん、今ここやってないと、うわーみたいな。ということで今日もご視聴ありがとうございます。またね。